成長虹色動画。今日は紫色草、みんなで健康を長寿、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、春が来た歌体操ワクワクリズムバージョン。はい、やっていきましょう。え、春が来ちゃった？そうなんですよ。あっという間に、気づけば春真っ盛りでございます。そしてね、もう春が来るだけで気温がぐんぐん上がってくるだけで気持ちがウキウキね、もうこう心も躍るわけですけども、その春の時期にいろんなお花とかね、生き物のこう息吹とか力強さ、太陽の光、エネルギーをこう感じた中で楽しい春の歌を歌うと、ますます気分がねウキウキします。今日はそのね、もう春の歌の中でも、もうみんなが知ってて楽しい歌。春が来た、春が来た、どこに来た。春が来たを歌いながら、手拍子とかいろんなリズム運動を合わせて、楽しく全身の血流を活性化する体操をお届けしていきたいと思います。最後にはね、たかちゃんのいつものね、パターンの歌体操もね、ご紹介しますので、よろしくお付き合いお願いします。それではまず春が来た歌詞の確認だ。ドン、これ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 ね。1番が山に来た、里に来た、茶は春が来たね。2番が花が咲いて、3番鳥が鳴くねんね。はい、それではまずは何はともあれ手拍子足踏み笑顔で歌いましょう。春が来た大合唱、行ってみましょう。3、はい。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、野にも来た。花が咲く、花が咲く、どこに咲く。山で咲く、里で咲く、野でも咲く。鳥が鳴く、鳥が鳴く、どこで鳴く。山で鳴く、里で鳴く、野でも鳴く。はい、いいですね。2番の歌詞ね、ちょっと高ちゃん間違ったかも。通りが鳴く、通りが鳴く。3番はね、通りが、山で、ですけど、2番は確かね、花が咲く、花が咲く、山に咲く、里に、にやったかもしらん。ごめんなさい、その辺はね、ちょっと、皆さん流のやつでやってください。多分間違ってますね、タカちゃんね。はい、失礼いたしました。さあ、それではですね、まずは手拍子足踏みで歌った後は、次はリズムをね、変化させていきましょう。裏拍の手拍子、裏手拍子でいきましょう。春が来た。そこに足踏みをつけて、裏手拍子で、裏拍手拍子で、春が来た、行ってみましょう。3、はい。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、野にも来た。イェイ、はい。1番だけしか歌えませんでしたが、これをね、3番まで、やるとね、いいですね。さあ、どんどんリズムを変えていきましょう。次は下半身もよりね、ダイナミックに行きましょう。今足踏みで合わせていましたが、次は、ドンパン、ドンパン、両足足踏み、ドンパン、足ペー、足ペーで行きましょう。それでは、ドンパン足踏みで、春が来た。1番だけ、行ってみましょう。3、はい。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、野にも来た。ドンパン、オッケー。だんだんね、もうこの血流がアップしていきますと、
うん、やる気スイッチ、交感神経のスイッチがね、ぐんぐん入っていって、体が温まってきて、元気出てきますね。さあ、改めまして、介護予防、健康長寿のスペシャリスト、介護予防、運動指導員の、ドンドンパーン、タカちゃんがお届けしております。さあ、それではね、続いて、ですが、337、万歳、体操で合わせていきましょうか。337拍子のリズム、ですが、この歌4拍子なんで、337拍子はタンタンタン、123、123457でございますが、それにね、一拍加えて、123、イェイ !123、イェイ !123457、イェイっていう感じで、万歳を、3の後に万歳、3の後に万歳、7の後に万歳という感じで、337の、感じで万歳を挟んでいきます。ので、7の時にね、つい3で区切ってしまいそうになるんですが、そこはぐーっと我慢して、7回手拍子、やってみてください。それでは、337、万歳体操で春が来た、1番だけ、行ってみましょう。足踏みもね、つけれる方はつけてください。3、はい。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、野にも来た。イェーイ !OK でございます。さあ、それでは、次は、何しようかな。これでね、例えば、この手拍子のリズムを、タン、タン、タタンとかね、変えてみたり、春が来た、春が来たと変えたり、タタンがタンに変えたり、春が来た、春が来た、どこに、来たみたいな感じでリズムを変えることによってね、よりね、楽しさもアップしますし、いろいろ遊びがね、遊び感覚でできると思います。さあ、それでもうここはもう自由にね、やっていただいて、そして最後は歌体操で締めましょうかね。これはもう3番までいきます。3番まで、春が来たと花が咲くと鳥が鳴くに振り付けを当てていくんですけども、山に来た、里に来た、野にも来たのところは全部一緒。山ね、ビヨン、山に来た、この里はこのまま手をぐるんと回して手の甲を腰に当てて、里に来た、野にも来たのところは、野原をこうこの手でね、イメージして、のにも来たーという感じにしましょうか。さとん時は手をこうにして、の原をイメージするときはこれを内側にしてもいいかな。のにも、まあそのままこうでもいいか、どっちでもいい、それは自由で。のにも来た、最後ちょっとね、テンポがグッと上がりますけども、はい、これが1番、2番、3番、この動きを、当てはめて、その最初のところ、1番の春が来たのところは、どうしようかな。ちょっと待ってや。春が来た。これもいい。あれにします。フリフリグッパ。こう、リズム運動でより、ノリノリになる、セロトニン爆発で、気分をどんどんね、高める運動。パング、パーグー、パーグー、パーグー。立ってできる人はこれでね、腰振りながらパーグー、パーグーの感じで、フリフリグッパー、腰を振りながらグーパー、グーパー体操ね。パーグー、パーグー、パー、これで、春が来た、春が来た。で、合わせるのが1番。次、花が咲くのところは普通のグーパー体操。脳トレ体操で有名なね、胸元グー、前パーで、これが、前のパーが花のイメージで、花が咲く、花が咲く、どこに咲くっていう感じ。そして3番、鳥が鳴くは、ピチクパチク。このくちばしね。これで、鳥が鳴く、鳥が鳴く、どこで鳴くっていう感じしましょうか。ね。
OK ね。この感じね。ピチクパチク。はい。これで合わせていただいて、あとは、山でなく、里でなく、野でもなく、という感じは、1番、2番、3番一緒でございます。さあ、それでは、これを通してやっていきたいと思います。あ、タカちゃんのね、喋るのテンポが早いので、高齢者施設とかね、介護予防サロンでやるときは、この、1.5 倍、2倍ぐらい遅くやるとね、ちょうどいいかもしれないよ。はい。ねえ、なかなかそのテンポよくね、こう、ゆっくり喋ろうとするとね、なんかね、うまくね、ライブとかね、そういう体操教室とか進めるときにね、なんかね、うまくいかないんですよ。これもなんかその人の、あるんでしょうね、その人の特有のリズムが。ね、申し訳ない。タカちゃん、これちょっとね、テンポ感ありすぎだなって感じるときは、皆さんがやるときにテンポを落として、よろしくお願いします。はい、介護予防運動指導員のどんどんバーン、タカちゃんでございます。さあ、それでは最後、これを通しで行きましょう。なるべく最後の歌はゆっくり行くぞ。ここぐらいゆっくり行くぞ、タカちゃん。はい、それでは、春が来た歌体操、行ってみましょう。ちょっと待って、最初、あ、それね、フリフリグッパからね。はい、足踏みもつけていきます。フリフリグッパ、かちょ、また落ち着け、タカちゃん。はい、春が来た歌体操、ゆっくり、行ってみます。3、はい。春が来、ちょっと待って、元へ、これ足踏みいらんかった。足踏みしたら、おかしになる。待って、グー、あ、これ、こうやってな。足踏みちょっとなしでいきます。足踏み、フリフリグッパーを使うと足踏みが入れないことが判明いたしましたので、足踏みなしでいきます。それでは、3度目の正直、春が来た、歌体操、行ってみよう。3、はい。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、野にも来た。花が咲く、花が咲く、どこに咲く。山に咲く、里に咲く、野にも咲く。鳥が鳴く、鳥が鳴く、どこで鳴く。山で鳴く、里で鳴く、野でも鳴く。わーぽわー。はい。ということで、春が来た。これはもう、だいたい5月ぐらいまで歌えますかね。まあ、ていうかまあ、唱歌なんで、童謡なんで、いつ歌ってもね、いいですけど、うん、ちょうど今の時期ね、春に歌ってください。デイサービスとかであればね、体操の時間、朝の集いの時間、もう、空いた時間にね、ね、他のプログラムの間に、ポンとこの春が来た歌体操入れるだけで、一気に春のレクリエーションにね、早変わりしますし、介護予防サロンなんかでは、まあ、週1回、月1回とかの時もあるかな。まあ、そういう時なんかはね、もう、ね、みんなで、あー、この歌、春が来た、この歌っていう、みんなが知ってる、みんなが歌える歌だとね、一体感生まれて、あー、この介護予防サロン来てよかったっていう、触れ合いサロン来てよかったっていう感じがね、ぐっと、みんなで分かっちゃって共感して高まりますから。いいですね。みんなが知ってる唱歌、春が来た。で、本日は、ウキウキリズムバージョンの歌体操でございました。というわけで、今日もですね、健康長寿のスペシャリスト、介護予防運動指導員のタカちゃんと一緒に、心も、体も、頭も、そして地域も活性化できました。また会いましょう。さようなら。